九州の鹿児島県指宿市というエリアは一年中暖かく温暖な気候のために、あの霜が降りにくくて、あの彩りのいい野菜を育てられるのがこのエリアの特徴です。その温暖な気候を生かして葉物野菜や豆類もあのたくさん生産されているエリアになります。キャベツの荷受け人さんと知り合いになったのが、生産を拡大するきっかけになっています。負けず嫌いだった私と私の主人は、あの品質のいいキャベツを作るために、あのダメ出しとかをされると上手に作れるようになるために勉強をして、あの美味しいキャベツが作れるように、あの農薬の勉強や、あの虫とかナメクジとか の対策の勉強などをして、あの少しずつあの品質をアップさせるように作っていくようになったのがきっかけです。機械化が進むまでにすごく時間がかかって、手作業の部分が多かった、あと主人が一人で夜遅くまでトラクターに乗ったりとかして、あの規模拡大を進めてきました。あの草取りとかも、あの使える除草剤の範囲が限られているので、除草剤をあの使う頻度が減らされて、あの手で除草をする率が高くなってます。なのでみんなで協力して草取り作業をすることが多いです。原価格肥料をするための工夫の一つとして、あの畑にソルゴだったり、あのひまわりだったりっていうものを植えて、あの保肥力を高めたり、あの畑の吸収、リン酸の吸収を高めたりっていうような工夫をしています。あの土作りを夏の間にすることで、あの美味しい野菜を作ることができています。はい、美味しいキャベツを作るために、綺麗なキャベツを作るために日々努力をしているんですが、主婦の目線に立って、あの買い物かごに入れたくなるような美味しそうなキャベツを作るのが、あの大事だと思っているので、一つ一つ厳選して箱詰めしています。スタッフのみんなの協力がないとできないことだと思っているので、本当にありがたいと思います。化学肥料を少なく、あの施すことで、あの元気で、あの美味しい野菜を作ることができます。それは硝酸態窒素というのが少ないから、えぐみが少なくてみずみずしくて美味しいキャベツになっていて、それをすることによって、あの品質がキープされて、あの長期間の保存に耐えられるキャベツを作ることができています。なのでシンガポールのバイヤー様にも、あの高く評価をいただいておりまして、ロス率が低いっていうので、あの売れ行きが好調と伺っております。はい、輸送の面で気を使っているところは、あの鮮度管理に気をつけて、あのしっかりお届けするというところです。でそのうちの一つとして、収穫後1時間以内に冷蔵庫に入れてしっかり冷やし込むこと、もう一つは段ボールの強度を高めて、あのしっかり中身を傷つけずに届けられるように工夫をしています。うちのキャベツはそのまま食べていただくのが一番おいしい食べ方なんですけれども、あの塩昆布とごま油に、あのブラックペッパーなどでちょっとピリッとさせていただいて、あのナムル風に食べていただくととっても美味しいです。大吉農園にとって輸出産地づくりとは、鹿児島ぐるみの仲間づくりです。仲間を増やしていきたいと思っています。鹿児島の美味しい農産物を世界に発信するために、鹿児島県庁の皆さんと一緒にギャップの生産者を拡大し、取りまとめを行いながら輸出産地づくりを進めていけたらと思っております。